ギターを入れるんですが、今、アンプをセッティングしてたらですね、また前回もありましたけど、ビリッとくる、まあ、感電してね、それをまあ、直したというか、処置をしたんですけど、ですね、アドデスで、ここになんか、ハサミ、洗濯バサミみたいなのがあって、こいつの先が、これね、今離すと感電するんですよ、触ると。これはだからなぜかというと、ギターとアンプだけだとしないのよ。そこに他の楽器、同じように電源を使う楽器とか、例えばマイクとか、そういうのが絡んでくる、こう2個3個絡んでくると、グラウンドっつうの、がうまくいかなくて、なんかぐるぐる電気が回ってしまう、その細かいことはよくわからないんですけどね。で、ビリッとくるわけ、マイクに触ったりとか、こういうとこ触ったりとか。で、それを直すのに、この、ちなみに今ね、外すと何ボルトだったっけ？これちょっと、ここと、これテスターね、テスター。ここと、そこ？はい。これ何？今97ってこと？ 97 ボルト。マジかよ。97ボルトで感電するんじゃん、これ今。今感電する。俺今ギターにギリ触れてないけど。そう。怖っ！で、これを、つけると、これの先は、この、これのどこかに刺さったの、繋がってんのよ。で、そうすると、ほら、ゼロ。ゼロ。すごい。だからこのね、これ結構でかいけど、このもっとちっちゃいのもあんのよ。大事。ただの導線に洗濯バサミついてます。それ絶対大事。ライブでは必ず感電しないようにあるんです。はい。ビリッとなったらこれを。ビリッとなったらこれ。はい。感電講座でした。でですね。はい。ギターダビングです。ご覧ください。久々に登場しました。これ僕が、ユニコーンの頃に、ロサンゼルスで買ったんですよ。10何万ぐらいでしたね。これはよく知らないんですけど、320とかのやつで、まぁ、ちょっとこの F ホールが開いて、セミアコチックのやつで、まぁ、ジョン・レノンがね、使ってるのは、黒で、ここにビヨンってアームがあって、そのアームを自分でこう曲げてちょっとふにゃってなってるんで、ジョン・レノンモデルっぽいやつね、それをまあ持ってるんですけど、今日はこの青なんですけど、これね、完全にこれはリフィニッシュなんで、オリジナルカラーじゃないんで、そんなに価値のあるもんでもね、これはこのペグなんてなんかもう超謎のがついちゃって、なこれ札幌ビールだ。はい、ですよ、かっこいいですね。で、これはショートスケールね、短すぎるぐらい短いで、なかなかこのチューニングもしにくくし、弾きにくいしね。あ、こんなフレーズ弾いたら怒られるんだっけ。弾けないからやめておこうか。ちっちゃいし。はい、これを、で、リズムギターを。はい。あとポイントは、弦。この弦ね、20年以上変えてないですね。このね、ちっちゃい立弦でリズムギターは自分でもよくやったし、パフィーもよくやったんですけど、弦を新しくするとね、どうもこの、なんかこう、跳ねる弾力のある感じにならないんですよ、リズムが。だからずっと、
で、だから玄関古いもんだからね、チューニングもやっぱ合いづらいけど、やっぱこの弦じゃないと。だからもうサビサビでヤスリぐらい擦れるよ。ね。これでリズムギターをいってみたいと思います。よし。渋い音なんだこれ。マジやだ。後半の方だからパンチして最後まで言えばいいのか。大体どうなんだこれ。フレア。チューニングがどうなんだ。相当怪しいよ。パンチ。聞こえなかったクリックがな、今合ってたってこと、合ってたんで聞こえなかったってことは合ってたんだろうけどな、不安になった、今出てないのかと思ったごめん、もう一回
った。まあでもいいや。OK! 渋いこれ。凄まじい音って。本当はね、こうあのボックスのアンプとかがね、感じ出るんですよ。あとね、レイニーとか。よしとはしないのかね、今時は。こういう音色。どうなんでしょう。手が擦り切れましたよ、このドゥインドゥンが多いから、この曲。指紋がなくなるぜ。はい。まず1本目のギター終了です。ありがとうございます。続いてもう1本のギターに行く予定です。